はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、セブンイレブン、ペイペイ20%還元、セブンイレブンアプリにペイペイ導入でお得にということで、今回は昨日に引き続き、ペイペイに関する情報ですね。この動画では、セブンイレブンアプリにペイペイが対応したということと、それに加えてお得なキャンペーンも開催されるということでしたので、それも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、ペイペイ それでは今回こちらですね、セブンイレブンアプリということで、普段からね、セブンイレブンで利用されている方は結構いらっしゃるのかなと思います。お会計の前に、まあ会員証みたいな感じでセブンイレブンのアプリのバーコードを提示して、その後に、まあ何かしらの決済で使ってるっていう方がいらっしゃると思うんですが、そこにですね、今回はペイペイが導入されるということで発表がされました。まあもともとですね、発表当初は去年の12月の中旬ぐらいにサービスが開始しますよ、みたいな感じでずっと言われてたんですが、まあ待てど待てどいつ いつ始まるのかということで僕が年始ぐらいに出した動画でもちらっとお伝えしてたんですが今回ですねようやく確定ということでまあ、2021年の2月の25日午前9時以降のアップデートよりまあ、サービスが開始されるということで発表がありましたまあ、結構待ってたというよりかは本当にいつ始まるのかちょっともぞもぞしてたとこではあったんですけどもようやくねこの日程が決まったということでございますで実際にどんな画面になる なのか一部だけ公開がされてたので、ちょっとそちら見ていただきたいと思うんですが、これがねそのアップデートした時のセブンイレブンアプリの中身となっております。まあ、こちら見ていただいたらわかるように、一番上にペイペイ支払いご利用にはログインが必要ですということで、まあ中にねログインするところがあるので、おそらくここでご自身のアカウントでログインをしてセブンイレブンアプリ内でペイペイが使えるという流れになるのかなと思います。で実際のバーコード画面もいつもとねペイペイ使ってる画面とほとんど同じかなと思います。まあ実際今後使うかどうかっていうのは。 ちょっと謎なとこではあるんですけども、今回この機能によって何がいいなっていう風に思ったのか1点ありまして、それがこちら見ていただきたいと思うんですけども、左の青枠のところですね。1、一つのアプリで完結、セブンイレブンアプリの機能と PayPay 支払いが一度に利用可能ということで、まあ結局ね、そのわざわざ画面の切り替えをせずこのアプリ内で PayPay が開くことができるということでしたので、まあ、ちょっと実際の画面がどうなるのかっていうのが、まあ、ちょっとアップデートしてみないとわかんないとこではあるんですが、一瞬あのアプリ アプリを思い浮かべましてまあこちらですねうんぺーですねまぁ、あ、いつもね無料クーポンくれる緑色のペイにちょっと近いのかなというふうに一瞬よぎったんですけどもまあ、一つのバーコードで完結するかどうかっていうのはこれを見た感じは特に乗ってはなさそうですよね一つのアプリで完結ということですのでバーコードをアプリ内で提示してまあ、その中でペイペイで済ませるっていう感じなのでまあ便利になったかどうかっていうと何とも言えないとこではありますねでこの機能を使うことによってダブルでポイントが貯まるということでセブンマイルとペイペイボーナスが両 もらえてお得とということで,す、ね、で、すねで今回ですね、こちらの機能が発表されたことによって、ちょっと期待をしていました。こちらのキャンペーンも開始するということで発表がありました。それがこちらですね。セブブンンイレアプリからペーペーで、支払ううととと10%戻ってくるキャンンペーンというこでですねでそれに加えてですね、PayPay ペペ残高の支払いをすることによって20、20%戻ってくるキャンペーンも併用して使うことができるということでした。まあ、こちらのキャンペーンについては、昨日の動画でこちらでアップをしてますんで、ぜひチェックをした上で 見ていいただければと思いますで、このキャンペーンの詳細見ていただきたいと思うんですけども、まず今回ですね、支払う条件として、セブンイレブンアプリ内の PayPay ペイペイで決済をしていただくっていうのが条件となります。 なので、普通にいつも使ってるような PayPay のアプリを開いて決済しても特に還元はされませんので、そこは気をつけてください。あくまでもセブンイレブンアプリなりの PayPay で決済をするというところが大前提となります。まあ、先ほどお伝えしたこちらの画面ですね。で、次に期間なんですけども、ちょっと今回ですね、2つに分かれております。丸一丸二ということで、丸一に関しては3月の8日から3月の26。で、丸二に関しては3月の27から3月の28ということで、それぞれちょっとね、使う日付によって若干還元率が変わってきます。 まず、丸1の場合に関しては、10%から20%還元ということで、まあ、こちらを見ていただきたいと思うんですが、3月の8日から3月の26日で、まず、ソフトバンク、ワインモバイルスマホユーザー、そしてヤフープレミアム会員の方は、なんと20%還元なんですよね。またもや、昨日に引き続き、ソフトバンク、ワインモバイルでヤフープレミアム会員の方がかなり恩恵を受けると。で、それ以外の通常のペイペイユーザーの方に関したら、 10%還元ということになります。で、冬上限として1回に200円相当まで、で、期間中トータルで2000円相当までとなります。 なので、ざっと計算をした感じ、こんな感じとなります。ソフトバンク、ワイモバイル、そしてヤフープリミアム会員の方に関しては、1回に1000円まで利用したら、200円まで戻ってきまして、で、期間中トータルで1万円分利用することによって、2000円相当までしっかりと戻ってくると。で、それ以外のペイペイユーザーの方に関しては、1回に2000円を利用したら、200円相当戻ってきて、で、期間中トータルで2万円まで利用することによって、2000円相当の上限に到達するということになります。うん、やっぱりこれを見たら20%還元受けれる人は結構でかいですよね。で、続きまして、 こちらの丸 ②, 2番の方ですね。3月27日から3月28日まで。還元率が15%から25%ということで、またもえお得な匂いがするんですけども、こちらですね。ソフトバンク、ワイモバイル、ヤフー、プレミアム会員の方に関しては、なんと25%付与と。で、それ以外の PayPay ペペユーザーでも、なんと 15%2 日間ですね、付与されるということになります。で、付与上限としたら先ほどと同じですね、1回に200円相当までで、期間中トータルが1000円相当までとなります。なので、先ほどと同じように計算をすると、ソフトバンク、 我々 y a ヤフープリミアム会員の方は1回に800円決済することで200円相当に到達して期間中トータルで4000円まで利用することによって上限の1000円に到達するとでそれ以外のペイペイユーザーの方であれば1回に1334円利用することによって200円に到達して期間中トータルで6667円利用することによって1000円相当の上限に到達するということになりますまあこのキャンペーン自体はねまあこの期間2日しかないのでまあ何回かにお会計を分けることで上限に到達すると思う もしね、何か大きなお買い物するとか、いうことがあれば、まあ、上限まで使うのもありのかなと思います。 で次に対象の支払い方法なんですけども、PayPay ペイペイ残高で支払うか、もしくは Yahoo ーカード、あとは PayPay ペイペイの後払い。これらが今回が対象の支払い方法となります。で、もしね、ソフトバンクワインバリーユーザーの方がいらっしゃいましたら、まとめて支払いをすることによって、ポイントの二重取りを行うことができるんで、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、こういった方法も試してみたらいいかなと思います。ちょっと前のね、動画でもこちらの PayPay ペイペイ今更聞かないお得な支払い術ということで、こちらでワイムバイルのまとめて支払いについても解説をしてますので、 ぜひ参考にしていただければと思いますで対象外の支払い方法なんですけどもヤフーカード以外のクレジットカードの場合に関しては還元の対象外となりますので気をつけてくださいで付与される時期なんですけどもまあ、これはね今のペイペイの傾向でもあるんですけども支払いして翌日から起算して30日後ということですのでまあ、約ちょうど1ヶ月ぐらいという風に思ったらいいかなと思いますであとですねちょっと見ていただきたいところがプラスアルファでありましてまあ、先ほどお伝えしたようにこうペイペイアプリでお支払いいただいた場合は 本キャンペーンの対象外となりますということでしたので、まあ先ほどお伝えしたように、まあとりあえずセブンイレブンアプリ内の PayPay で決済をしてくださいということと、 あとは、セブンイレブンからペイペイでお支払いいただいた場合のキャンペーンが対象となるということなんですけども、最新版のセブンイレブンアプリにアップデートする必要があるので、まあ、キャンペーンまでに行えばいいかなと思います。で、あともう一つ、ここもちょっと気になりまして、タバコ決済に関わる笛はペイペイが負担していますということですので、まあ、僕はちょっとタバコ吸わないのでわかんないんですけども、まあ、多分これを見る感じは、まあ、タバコも決済しても、 にに対象なななるよような感じははししててますよね、まあ、ちょっと詳細に関しては分かんないので、気ににななるる方はイペペとととかかかセブン,イレブンとかに問いいいい合わせてみるがいいかなと思いますでもしですね、まあ、ちょっとお得な使い方ということで、まあ、これ結構知ってる方も多いのかなと思うんですけども、まあ、セブンイレブンが提供しているこのセブンネットというインターネットショッピングご存知の方いらっしゃいますかねまあ、本とかコミック、雑誌とか、まあミュージック、CD グッズ、ブルーレイとか、こういったものがセブンイレブンのこのセブンネットというところで購入できるんですが、今回のキャンペーンと併用して、 使えばかかななりお得とと思いいましてというのもこののセセブブブンンンネットでで頼んだ商品をセブンイレブンの店頭で受け取ることができますここにも出てる通り、セブンイレブン受け取りはお得がいっぱいということで、まあ、いろんなお得なメリットをここで書いてたりもします。まあ、今回ポイントとなるのはここなんですよね。真ん中の下。現金だけではなく様々な決済方法があって便利ということで、例えば商品をこのインターネット上で注文して、お届け日をここで確認をしていただきます。これをキャンペーンの日付で合わせていただいて、到着から7日以内にまず店 検討で、受け取るとで最後、店舗でこういった支払うときに、今回の、まあ、PayPay で決済すれば、先ほどお伝えした20%還元とか、15%還元とか、そういったのが合わせて使うことができるっていう感じなんですよね。なので、もし、本とかコミック、雑誌とか、まあ、DVD、ブルーレイとか、まあ、そういったものを、ネット上とかで何かしらで購入しようかなって検討されてる方がいらっしゃったら、まあ、それと合わせて使うのが結構いいかなというふうに思います。まあ、最後にですね、まあ、ちょっと先ほどからソフトバンクワイモワイルっていう話題が結構出てきたんですけども、まあ、ちょっとそれに関連して、 そして、明日2月18日木曜日の午前10時からですね、あのちょっと話題になってたソフトバンクオンラインについての何かしらの詳細の発表があるみたいだったので、もしね気になる方は明日の午前10時ですね、まあちょっと平日ではあるんですけども、気になる方は見ていただければと思います。僕もね、明日ちょっと時間が取れそうなので、もしね、ここで何かしらの発表がされれば、また改めてちょっと動画にしようかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は、セブンイレブンアプリについに PayPay ペイペイが対応したということについて、 キャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ正直ねこの機能をめちゃくちゃ期待してたかっていうとまあうーんっていう感じではあるんですけどもまあ今回ね対応したことによってしっかりとキャンペーンも発表されたのでまあ3月はいい意味で本当にペーペーで忙しくなりそうな予感はするかなという風に思っておりますでもしですねまあ実際にセブンイレブンに行って何を購入しようかなという風に迷ってる方がいらっしゃいましたらもう僕がこのチャンネル始まってから常に常にお伝えしているお菓子がありましてそれはセブンイレブンの but